și... おい、明日もちゃんと会社来いよ。俺も別に悪気あったわけじゃないし、まあ別に今日のことは忘れてくれればいいさ。よろしく。2015春、女は自らが弱肉に属すことにやっと気づいた。押し倒された、ベッドから見た天井がいつもより遠く見えた。日焼けした腕、張った胸板、整った髪型とワイシャツのシワ。頼れる上司、その手が自らの口を塞ぐと知らなかった。これを知っているのは俺以外お前だけ。血塗られの防波堤、届かない声。肩を抱く野獣の手に巻きつく高級時計の冷たい表面。割れたガラスの降り注ぐ空に穴の開いた喉の奥の渇き。もっと強くなりたかった。遠くで今日も男が笑っていた。おい、なんでお前何もせず使ってんだよ。の見りゃわかんだろお前。いいから黙って言ってこいよ。お前何のために大学でだ。2015秋、女は投げられる石の見た目すらもすでに忘れていた。気づかないうちに溢れ出た涙がこの日をきっと消すと信じていた。詐欺師だと怒鳴られ、嘘つきと笑われ、永遠に感じられる時の流れ。疑問はいつか言い訳のタグで返され、教科書にないこんな慣れの果て。成功は数字、人間は数字、いつの間にか外れたストーリーの中心。人の顔色をうかがい、安い優しさを売って耐え忍ぶ日々。それでも足らず、ノルマの首輪が頸動脈を締め付ける。一人偽造する契約書、誰も泣かない死刑執行。2015冬、女はその世界を支配する愉悦を肌に感じていた。さっきまでマネージャーと呼んでいた男が必死に腰を振ってもだいていた。ロープレと勝者、業務中のブレイク。男の顔は上の中の家、見栄っ張りの意気地なし。誘えば簡単に転がる言うのとのせい。一押しで崩れるガタガタのジェンガ、いつか抑えられてた犯行の現場。上からの呼び出し、あの人は妻が子供を引き取るんだって言ってましたが、それからは知らない人の家の話。赤の他人のアカウント停止。別に好きだとか嫌いじゃなかった。私他に何もないから。